その神格、次からはもう私の角に何かを塗ったりしないでくださいね。すごく敏感なところなので。なるほど、すまなかった。覚えておこう。ええ、もう大丈夫ではありますが。そうか。もう一度触ってもよいか。今度は何もつけない。え？カウン先輩の角の出触りがかねてから気になっていたのだ。私のことは先輩と呼ばなくていいと言ったのに。うん、いいでしょう。そっと触ってくださいね。硬くて温度はあまり感じない。我が以前噛んだ薬剤に似ているな。カウンの体がかすかに震えている。猫がヒゲを触られた時のような反応だ。この辺でやめておこう。よし。では次から額に塗るのはどうだ。今度からなるべく外で昼寝しないようにしますので。